ゾフィー・ホン・シェーン・バルデンは、アルバニア公、ビルヘルムの日。シェーン・バルデン公正ヴビクトルと、その妻で、ザイン・ビトゲンシュタイン・ベル公を女ルツヤの間の、娘として、ポツダムで誕生。早くに父親を亡くしたため、モルダビア地方のファンタネレにある演者の所領で育った。1906年11月30日、バルデンブルクで、ビルヘルムと、結婚、二人の子女を設けた。 ゾフィーは幼い頃からルーマニアで育ったため、ビルヘルムのおばであるルーマニア王妃、エリサベタと面識があり、非常に仲が良かった。そのため、ビルヘルムがアルバニア港に推薦された時、乗り気でない彼をエリサベタと一緒になって説得したという。1914年2月にアルバニアの施設団がノイビートのビルヘルムの居城を訪問。 この際に即位を正式に受諾施設団はバルデンブルクのシェーンブルクバルデンブルク家も訪問し、ゾフィーの実家へ敬意を表した。1914年3月、ビルヘルムと共にアルバニアの首都ドゥラスに到着。彼女がアルバニア皇妃であった期間は非常に短く、同年の9月にドイツへ亡命した。その後二度とアルバニアへ戻ることは叶わず、 モルダビア地方のファンタネレで1936年に没した。ありがとうございます。